はい、どうもレイです。カニちゃん、スペシャルのカニちゃんが、なんかちょっと弱くなって、ジェットパックと、ウルトラハンコと、ウルトラショットを受けた時の、カニへのダメージが増えたみたいなので、ちょっと検証というか、確かめていきたいと思います。今、タイムズインカーつけてないんですけど、ウルトラショット持ってきました。なので最初はカニちゃんにウルトラショット打っていきたいと思います。いきまーす。一発目。おうよ。うおお二発か。二発で倒せるようになった。はい、次はサンダルを履いてきました。これは大仏インクなので、大仏インクをつけた時のダメージ見ていきたいと思います。一発目いきまーす。うい。え一発じゃん。カニ一発で死んだ。はい、次はウルトラハンコを持ってきました。怪物はつけてないです。いきまーす。はい。待って。怪物つけてなくても速攻カニ引いたぞ、今。次はハンコをカニに投げていきたいと思います。いきまーす。あ見て綺麗な四角が残った。綺麗な。なんか座布団の上いるみたいだな。はい、大仏をつけてきました。いきまーす。早っ！大仏つけたらもっと早い。次は、ハンコを投げていきたいと思います。いきまーす。ハンコ投げたときは、あれだな。つけててもつけてなくても変わんないんだ。はい、今度はジェットパックを持っていきました。イカが、そして二人に、増えたので、二人に当てていきたいと思います。いきまーす。2、1、2。あ、2発で倒せる。丸まったかには ?2 発だ。ああれなんでここ違うんだ待って。あれなんかこのカニ弱い。次は大仏強化をつけてきました。これでカニに打っていきたいと思います。いきまーす。一発目。二発目。一発目。あれなんでよくこっちのイカちゃんに当てるときだけ一回でやられるんだけど。すごいこれ。